やばくないこれ、作画が。押さえつけた。え、殺すのダメだよ。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しくリアクションやっていきましょう。今回見ていくのはマギアレコードの第2期第2話見ていこうと思います。前回は三滝原支店の魔法少女で話が進んでいったわけで、まあ、マドカだったりホムラだったり懐かしい面々に会えてすごい嬉しいし、すげえ神作画もバチバチ出てきてめちゃめちゃ熱かった回だなっていうところと、Cパートでなんかクロエちゃんが、ウイちゃん説が出てきて、なんかすごい、どうなっていくのみたいな感じで終わったわけなんですけれども、で、今回は、神浜の魔法少女視点でこう、動いていくわけだと思うんだよね。多分、八千代ちゃんがあの後何が起こってどうなっているのかっていうのをなんかこう、調べる段階になっていくのかなっていうところで、動きに注目していきたいなと思います。それでは見ていきましょう。マギアレコード第2期、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、あっち、マジで。グリーンバックのせいでエアコンの冷気が入ってこない。お、ああ、モデル時代かわいいなあ、やっちゃん。お。え？ユニット組んだ、ユニット終わったよね。そうだよね。周りを蹴落としたことになったわけよね。これはいつの時代だ？めちゃめちゃ可愛いじゃん、八千代さん。やっちゃん。ええー。まあでもこうやって踏みにじったことに、なんか罪悪感を感じてるわけよな。みんなで生き残りたいっていう夢だったんだよね。かわいい。憧れだろ、こんなのが大学にいたら。ミス神浜決定やな。お？あ、これ、なんだ？ああ、これ記憶ミュージアムか。ずっと探してんの？魔法少女ってこんな物理的に死ぬんだっけ？死ぬことってあったっけ？え？うわ、ドッペルがすごい話しかけてくる。なんだ？魔法少女が物理的に死ぬっていうシーンを見たことがないからな、こう。あ、でも死ぬか？死ぬときは。お。マギウスの本拠地。あの、なんだっけ。木戸あかりさんなんだよね。結構、なんかみんな、このキャラが首絞められてたけど、出てくれて嬉しいみたいなコメントがあったな。おお！まあ、3人で仲良く遊んでましたと。ういちゃん、ねむちゃん、ういちゃん、ねむちゃん、とうかちゃんか。で、これ4人なんだなぁ。オープニング。おー、尊い。レナとカエデ、おももこさん。いいな。つくよさんと、誰だこれ。俺、あの、かなえさん好きだったなぁ。うわー、尊い。てーてー。なんだこれは。え？誰もいなくなってるけど。お？雰囲気が違う、前回と。お？クラリスー。じゃーん。おー。かっこいい。おー、クロちゃんも。あ、やっぱりこれ、妹なんだ、クロエちゃんが。で、コネクトして、みたいな。おぉ！オープニングから神作が見せつけてますけど。うわ、これ増えるな。これ絶対増える。これ絶対増える。のぞき見城下町の噂。ん？おぉ！あ、噂はとりあえず潰していってるのか。そうなんだよね。マギウスの噂を集めてる理由とかがよくわかんないんだよな。ドッペルになって、この街だとドッペルになって、はい、幸せじゃないっぽいからな。あら。ああ。そうか。
そうなるとだな。ホテルフェントホープ。立ち直れないほど絶望した人にしか訪れない。フェントホープ？フェントってどういう意味だ？一人でずっと探してるんだ。いろはちゃんどうなっちゃったんだろう。ああ、みんな、そうか、みんな、あれだもんな、マギウス行っちゃったもんな。死んでない、死んでない。絶対、いろはちゃんは死んでないよ。大丈夫、大丈夫。そうか、でも。マミさんも？そうか。みんないなくなっちゃった人たちのカップなんだ。よく考えたら。あらー。わあ、ぶち切れ。ぶち切れてますけど。さあ、ここでなー。みんな、マギウスの集会に参加しちゃったからな。白羽か、あれが。あれ？誰？この目の前の人。これ、ももかさん？ももかか。そうか、ドッペルに依存する感じになってるな。おお。潜入って意味か、本当に盲信してるか、怪しいところだな。まあそうだよな。どうすんの？どういうあれなんだろう。八千代さんを見る限りだと、ドッペルにもやっぱり良くないものはあるんだろうけど、どうなんだろうな。おう。白羽？このやっぱりこのロープは。はい。うん。まあ、ほぼ人工的な魔女って感じなんだろうな。噂も。感情エネルギー。ああ、怖い。も。うん。怖っ。この子絶対強いよな、トウカちゃん。うん、クロエちゃん。さあ。なんだ？メムちゃんがそうだ。何するんだ？噂か。噂？うぃ！あー、で、ネムちゃん。万年桜の噂。え？いろは？なんだなんだ、なんでそんな、取りにくいこと。うん。伝えてあげたいんだ。ああ。何が目的？ネムちゃんはネムちゃんで動いてそうだな。言っちゃいけないと。ん？さあ、なんだ？イロハがいるのか？
そうだね。ネムちゃんがなぜか記憶を保持してるっぽくて気になっているんだよね。イロハちゃんのことをお姉さんって呼んでるっていう。お、キューベ。ミニキューベ。俺最初ミニキューベがウイちゃんなのかと思ってたわ。かわいい。お、おうおう、魔法少女になって。誰？ああ、三玉さんか。三玉さんでいいんだっけ？すごいやばい味覚してる人だよね。ミルクレープにケチャップかけてたの覚えてるわ。お！調整屋、何なんだ？あれなんだっけ？すいません。マギウス。三玉さんはどういう人なんだ？トウカちゃん。え？そうなの？調整後？うん。あー、なるほど、なるほど。まあ、そうだね。ドッペルにする、してるんだ。ドッペルウィッチ。映し。怒りとか悲しみとか。うん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 。おー。うん。うん。めちゃめちゃいいシステムだとは思うけど。うん。あーお。まあ、そうだな。まあ、そうだな。うん。ええー、いちごジャム。かわいいな。なるほど。求められてるからやってるってだけか。仕事として。まあ、おい。まあ、無関係の人たちを巻き込んでるよな。感情の暴走みたいな。うん。ああ。あ、モデルやってるの、まだ。モデルの仕事もやりながらやってんだ。ああ、そうなんだ。へえ。早いね。いろはちゃん殺されてブチ切れちゃってるじゃん。殺されてない。完全にブチ切れやっちゃになってるけど大丈夫ですか？いろはちゃんガチ勢すぎないか？お、お、これ、クロエちゃんのとこじゃん。あ、ミニキューベ？あ、やば！あ、いろはの、うー、綺麗すぎだ！顔が変わりすぎ。なんだ？あの小さいキューベは何なんだろう？
宝崎市。怖すぎ。大学生のお姉ちゃん。おお、みふちゃん。やっちゃん。うわーお。みふちゃんってナチュラルにサイコパスだよな。うん。そうだよね。とはいえだよね。マミさん。マミさんが引きずり込んだからな。うん。目が。ちょ、待って、いろはちゃんガチになりすぎとるやん、ちょっと。え？怒りに任せてる。これは良くないんじゃないか？わーおー。ぶち切れてる。怖っ。おー、変身する。悲しみの変身。ここ角生えてるよ。でも八千代ってめちゃめちゃ強いんだよね、魔法少女の中でも。キューベに選ばされた。うん。おお、回り込んでる。うん。でも、うん、あ、ドッペル出てくる。ミフーチャーのドッペルだ。ちょっと鼻出てきちゃった。ごめんね。ドッペル、うー。あれ？これマギウスの形になってるぞ。後ろの像みたいなのが。ああ、降りた。イロハちゃんは弱くないぞ。おお。何を思い込んでるんだ？すごいすごい、式神みたいな。ああ、ドッペル対決。おお。生き残りたい。うわ、どす黒い。うぃー、やばくない？これ、作画が。バケモン。やば。動く。すごい。もうなんか、みふーちゃんはみふーちゃんでなんか病んでるな。完全に思い込みのまま行動してないか？お互いの話が一方通行すぎる。おー、綺麗！うぅー！うわー、音楽もやばい。あ、完全に。押さえつけた。え？殺すの？ダメだよ！違う、これは違うな。
これはダメだ。ドッペルが喋ってる。泣いてるぞ。ダメだよ。殺しちゃダメだよ。ダメダメダメ。それは制御して。なんとか制御して。頼む、頼む、頼む。制御して。みふちゃん、ダメだよ。制御して、制御して。オッケー。ああ、みふちゃん髪長い頃かわいい。ああ、ショートのやっちゃんめっちゃかわいい。そうかそうか、強い感情に支配されちゃう可能性があるんだな。理性がどんどん飛びかけるんだ。みふちゃん分かってくれた？真似できないじゃないよ。え？何？まだ仲直りできないの？あ、キューベ。ああ、一人で行っちゃったね。あ、つかあ、取り調べられる。取り調べられてしまう。お？なんだ？噂結界。お、入ってった。なんだ？なんだなんだなんだ？やばいな。噂に入り込んじゃったけど、わさわさなんとかの噂？ん？この噂におびき寄せた？いや、未だに見えてこないな。どうだかい。4人いる。ああ。あ、キューベイ、ミニキューベイが。え？そこにイロハがいる？うん。イロハ、ネム。え？ウイ、ネム？トウか？うん。あ！お姉さん！あ！万年桜。うん。うん。何を見せた？どういうこと？万年桜？万年桜。あ！いるぞ、イロハが！死んでもそこに帰るってことか？イロハもウイも、ネムもトウカも。うおー！ドッペル貸しとる！エンディングかこれ。お、エンディングか。ああ、まだエンディング映像はないという感じか。ああ。そうかそうか。オープニングのじゃあ、あそこの木は、あれ万年桜か。なるほど。あそこに帰るってことは、死んでもそこに戻るのか。この噂がある限り。ってことは、ネムちゃんはもうすぐ私は死ぬとは言ってるけど、万年桜に帰ってくるのかな？どういうことだ？だから、ウイちゃんも一度は消えてしまったけど別の姿として、ここに呼び戻された？クロエちゃん。お？わからん！マジでわからん！どん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 話が複雑になってきてるけど、まあ、やっぱり言われてるのは、マギウスはろくな組織ではないということだよね。うん。そうだよね。そういうことだと思うんだよ。まともじゃないっていうことだから、どうなっていくんだ、これは。やっぱりでもそうだよね。感情エネルギー、でもね、なんだろう。感情の爆発がドッペルを生み出してるわけだから、言ってしまうと感情の塊なんだよな。だからこそ、怒りに満ち溢れた八千代さんは、ドッペルに支配されかけるっていうことが起きたりすると思うんだけど、わからんなぁ。おお、どうなんだろう。ドッペルは、トウカちゃんは感情エネルギーを噂を使って集めてるんだよね。一般人をこう食い物にしながらも。わお、かわいい。誰これ。おお、めちゃめちゃ見応えのあるいい回でしたね。
はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやー、なんとも言えないなー。いやー、でもすごかったなー。なんか作画は相変わらずめちゃめちゃすごかったっすね。いや、みふえちゃん対八千代さんはめちゃめちゃ熱かったね。いやー、あの作画でこれからも見れていくのかって思うとワクワクがすごい止まらない。鼻水出ちゃったしね。びっくりすぎて。いやー、なんなんだろうな、これ。マジで。どうなっていくんだろうね。すっごい、不穏というか、なんというかってとこなんですよ、マジで。うん、今まではさ、やっぱり魔法少女対噂だったり魔女っていう構図が出来上がってたけど、もう完全になんか魔法少女対魔法少女の構図が出来上がってきちゃってるから、あんまり良くないんじゃないかなっていう風に思うんだよね。いやでもマギウスは謎だな、やっぱり。なんか、やっぱりドッペルは良くないよねっていうのと、ドッペルは悪いことじゃないんですっていうような意見がずっと対立し続けてて、まあなんか、はっきりとしたものがまだ見えてきてないんだよね、構図っていうものの。この人物像、ネムちゃんがなんかちょっと裏切りに近い行為をしてたりとか、あとイロハちゃんはなんで復活したのかとか、クロエちゃんの立ち位置だとか、なんでミフーちゃんはそこまで救済にこだわるのかとか、あの八千代ちゃんはすごい強くて頑張って一緒に頑張っていけばいいのに、なんで心が折れちゃったのかとか、いろいろとね、やっぱり情報が足りない部分っていうものはかなり多いかなというふうに思います。なんかね、ミフーちゃんを形作るものが今んとこまだ見えてこないんだよね。だから絶望して救済があるって分かった瞬間にそっちに依存してるっていうのは分かるけど、何がきっかけでそこまで依存することになったの？ただドッペルを見ただけじゃ、あそこまでマギウスに依存しないと思うんだよ。救世主、救世主っていう。だからちょっとね、なんかおかしいなと思うんだよな。なんかトウカちゃんがなんかやってんのかな？トウカちゃんになんか精神支配の魔法ができるとか？難しいよな。いやー、なんか今んとこまだ情報が足りないかなっていうような感じですね。いろいろと考察をしていきたいんだけど。なんで、ネムちゃんは知っているのかとか、やっぱりなんであんなとこにイロハがいたのかとか、ミタマさんの存在とかね。ミタマさんはドッペルの存在を知ってて、それを調整してくれてたわけだよね。まあ、ソウルジェムの調整とも言うものだけど、まあ、しっかりドッペルが出るようになってるんだろうな、魔女にならずに。まあなんか個人的にはマギウスはこの感情エネルギーをこう集めてるって言ったじゃん。でドッペルはこのソウルジェムに灯った濁り、いわゆる負の感情の塊なわけでしょ、ドッペルっていうのは。だから八千代さんはその負の感情が強すぎて支配されそうになったけど、まあなんとか今回はあれだったけど、どうなんだろうね。そういう感情エネルギーを集めてみんなに配ろうとしてんのかな、マギウスは。みんなに配って、みんなドッペル出せるようになろうっていう風になって、みんなドッペル出せたよね、よかったね。それでワルプルギスも対抗して、魔女もいなくなりました。僕たちはドッペルを出すだけでオッケーみたいな感じになっていくのかな、なんか。ドッペルを出して幸せになりましたみたいな、なんか、魔女にならなくてすみませんよね、みたいな話で終わりなのかな。どうなんだろう。なんか感情エネルギーを集めて、こう、マギウス、全員がドッペル出せるようになって、それをワルプルギスにぶつけようとしてんのかな。今んとこトウカちゃんの目的がわかんないんだよね。救済っていうのはわかるけど、救済した先に何があるかっていうところなんだよ。やっぱりワルプルギスを倒したいの。だからあそこまで力を集めてるわけなのかっていうところなんだよ。なんでなんだろうね。なんでそんな宗教じみたことをやってるのかがマジでわからんから。いやー、まあでも本当に、まあいろいろと謎が多いですね。クロエちゃんは結局ウイちゃんなのかとか。まあわからないんで、まあいろいろと考えていこうかなというふうに思います。まあ次回こう、イロハのドッペルと戦うことになりそうだから、まあそこに注目ですね。まあまだ本当に情報が足りないね。こう、なんか、難しいところである。なんか人物が多い分、しっかり掘り下げてもらわないと感情が見えてこないから、やっぱりこう、情報をもっともっと欲しいなっていうような感じです。考察するには。はい、まあそんな感じで今回は終わろうかなというふうに思います。はい、というわけで今回のまとめ、ズドン。チャンネル登録、お願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。みふゆさんとか、みふゆさん対八千代ちゃんのこのドッペル対決めちゃめちゃかっこよかったとか、あとはあのクロエちゃんとかネムちゃんとかトウカちゃんとか、トウカちゃんにあの傘を突きつけられたい、僕はトウカちゃんに傘で目をつかれたいです。はい、まあそんな感じでまあいろいろとお待ちしておりますので、ぜひともいろんなコメントお待ちしております。以上、マギアレコード第2期第2話でした。バイバイ。